皆さんこんにちは、山上アリシアです。おはようございます。今日は What I eat in a day、 一日の食事をとっていきたいと思います。で、今顔洗って歯磨いてきたところなんですが、早速朝ごはんを作っていきたいと思います。玄米を仕込んだら、玄米と豚汁と失敗したらだし卵と、あとロメインレタスが余ってたのでホタテと一緒におひたしにして、キムチとたくあんと、あとで納豆食べたいと思います。撮影前とかはあんまりご飯を食べ過ぎると眠たくなっちゃうので、私は 100g ぐらいにしてます。朝はで、お昼とかはあまり気にせずバンバン食べてます。はい、で今日の撮影は結構遅めスタートなので早めに出てお散歩しています。で、今からスタジオに向かって撮影行ってきます。撮影のお昼はマクドナルドでした。私はフィレオフィッシュとポテトにしました。あとカフェオレもいただきました。で、撮影ももう終わったので、今からカフェに行って字幕をつけていきたいと思います、動画に。が終わった後にスーパーに寄ってきてお買い物してきました。くーちゃんチェックです。ちょっと晩ご飯を作る前に小腹が空いたので、デーツとアーモンドをお菓子として食べたいと思います。で、このデーツは中に種が入っているので、こうやって開けて種だけ取って、この開けたところに種の代わりにアーモンドを入れていきます。Do they chew like poison? They're like caramel. Like healthy caramel. What does it taste like? Caramel. It tastes like caramel? Yes. Oh, that's weird. It tastes and like chews like caramel. こんな感じ。中にアーモンドが入ってる感じで、スナック食べていきます。イワシの煮つけと、これはアシト用のタケノコが2つ入ってるんですけど、あと水がボイルしてきたので
春菊を入れます。さっと入れていきます。今厚揚げが入っています。でラップしてからサランラップをしてあげるとすごい長持ちします。でキッチンペーパーが湿ってきたらまた新しいのに取り替えたら長持ちするよ。一番大根の上のところは甘みがすごい多いので煮物とかに向いてて、真ん中もそこまであんまり癖がないので煮物とかなんだろう、炊き込みご飯とかお味噌汁とかはにはいいんだけど、一番端っこはちょっと辛みが強かったりもするので大根おろしなどに向いてます。でもなんか結構早めに食べると辛みもあんまりないので何でもいけます。あと大根選ぶ時も切っちゃったからわからないんだけど、こういうブツブツあるじゃん、ブツブツがなんか縦になってるやつの方が甘いっていうのは聞いたことあります。どこの情報かちょっと忘れちゃったけど、だから自分もそれを見て今分かってます。だから本当かどうかはちょっと分かんないけど、よいしょ。はい、っていう感じで晩ご飯こんな感じです。まあ今日の朝の残りの豚汁と厚揚げのおろし、まあポン酢かけて食べる、なんていうの、大根おろしとしらすと大葉でいわしの煮つけと人参の味噌炒めと、あとあの春菊が残ってたの、春菊のからし和えにアーモンドを乗っけてみました。でこの2つは朝と同じキムチとたくあんです。やっぱお昼はマクドナルドだったんで今日は晩ご飯にはお米はなしで終わらせます。あと多分この3つは食べれない。絵的にいいかなって思っていつもいっぱい作りすぎちゃうんで乗せてみた。でもこんな感じです。それではいただきます。ということでこれが私の一日の食事でした。多分これ全部食べ終わったらお腹いっぱいになってもう19時半なので何も食べずにもうお風呂入って普通に本読んだりとかしてリラックスしたいと思います。どうでしたか？なんかやっぱり撮影とかあるなしにもよって全然違うし、あと撮影でも全然あの現場によって出てくるものも違うし、毎回なんだろう、今日みたいなファーストフードの時もあるし、お弁当の時もあるし、あとなんか社員食堂だったりとかカフェとかレストランに行って食べる時もあるので、本当日によって食べるもの変わってくるんですけど、まあ家で食べる時は大体こんな感じでいろんなものをちょっとずつ食べる感じです。ちょっとじゃないか、いっぱい食べます。でも栄養素だけはいろんなものを食べれるように違う具材を使ったりとかカラフルにするためにちょっと気をつけてます。でも私も栄養士じゃないので、あの参考程度になればいいなと思います。メインのインスタもそうなんですけど、私の山上食堂の方もインスタでやってるのでそっちもチェックしてみてください。この動画が面白かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。では、また次回の動画で。バイバーイ。